早速ご紹介させていただきます。まずですね、とある男が授業をしてみたというチャンネルで授業動画を配信されているハイチさんです。ハイチさん、よろしくお願いします。それから予備校のノリで学ぶ大学の数学物理という、チャンネルで授業動画を配信されているたくみさんです。たくみさん、よろしくお願いします。本日のトピックなんですけれども、まあ、自己紹介をしていただきつつ、なぜ YouTube を使っているのかとか、動画の授業と生授業の違いですとか、あとは自分の動画のアピールポイントですね、こんなところが面白いよということですとか、あとは動画の中で出していく先生のキャラクターについて、それから、YouTube と教育という、まあ、新しい組み合わせなんですけれども、これについてどういうふうに考えているかといったようなことをお伺いしていきたいと思います。では早速自己紹介の方からお願いできますでしょうか。改めましてよろしくお願いします。ハイチと申します。チャンネルがとある男が授業をしてみたというチャンネルで活動しておりまして、で内容としては一番下にある小学校3年生から高校3年生までの、学校で授業を実際受けている子たちの授業動画を投稿しております。でちょっと経歴としては東京学芸大学というところを卒業しまして、小学校、中学校、高校の教員免許を取りました。ただその後高教育には入らずに営業マンやって塾講師やって独立して、2012年に今 YouTuber として活動を始めております。で今のところ動画は3000本以上、3100本ぐらいですね、動画投稿やっておりまして、再生回数はその授業動画で今のところ2億回を見ていただいて、そんなチャンネルやっておりますので、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではたくみさん、お願いします。はい、自分はですね、この画面の右側にある予備校のノリで学ぶ大学の数学物理という YouTube チャンネルを運営しております。で少し正式名称がすごく長いので略称をよく使ってるんですけど、略称がですね、予備校のノリの部分から取って、カタカナで予備ノリって言います。なので、まあ、ぜひお手持ちが目の前にあるパソコンでですね、カタカナで、多分 YouTube の画面になってると思うんですけども、呼びのりと打っていただければですね、自分のチャンネルが出てきて動画がバッと広がると思います。もちろんですね、お手持ちのスマホなんかで検索しても出るようになっているので、Google 検索でも何でもですね、カタカナで呼びのりとやっていただけると、すごく嬉しいです。そうするとなんてどんな活動をしているかが、まあ、大体画像でもよく分かると思います。そしてですね、この紹介にあるように自分は今26歳でですね、6年間ずっと予備校講師を、しておりました。そしてですね、大学院博士課程在学中に、この YouTube チャンネルを始めてですね、始めた時は最初まだ大学院生だったので、周りからはなんかあいつ YouTube を始めたらしいぞと、なんかあいつ最初大学で撮ったので、なんかあいつ部屋で夜な夜ななんか撮ってるぞっていう風にまあ噂になってですね、すごく冷たい目で見られながらも、なんとかまあ2年間今頑張ってですねやっておりまして、それでですね、まあ、今こういう大学生向けの授業動画をですね配信を、しております。今は YouTube では結構ですね、多くの方がまあ中学生とか高校生の向けの動画を、投稿するようにはなったんですけども、まだまだですね、その大学生向けっていういわゆるまあそのハイレベルな動画っていうのが数が少ないので、自分がですね、まあ、そこを、まあ、率先して、自分がやっていっている感じですね。でこのあるのがまあ大学の数学で学ぶような、まあ、推定決定だったりとかっていう動画を上げていて、で今その理工系の大学生、の多くがですね、自分のチャンネルを見て勉強してくれている、状況です。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、初見は大学で白い目で見られたってことなんですが、今や大学の教授から参考文献として生徒に紹介されるぐらいになってるっていうふうに言ってるんですけれども、ありがたい話で、はい、その本当に大学の授業ってシラバスって言って、どんな授業をするかっていうのが大体その15回分とか載っているんですけど、でその下にですね、その参考資料として教科書ではないけども、例えばこういう参考書で勉強しましょうっていうところに自分のチャンネルの URL を載っけてくれたりとか、あるいはですね、大学の授業の中で今日はまあこんな説明だけしかできなかったけど、もし時間があったら この YouTube チャンネルいいよってやって、多くの大学が今紹介してくれてる状況で、2年前に比べてすごくやりやすくなりました。そうですよね、参考文献がもうもはや本ではなくて動画っていうのもすごく今の時代っぽくて面白い話だなというふうに思います。で早速ですね、トピックに入っていきたいんですが、まずなぜ YouTube というプラットフォームを選んだのかっていうところを伺っていきたいんですけれども、じゃあまずたくみさんから。はい、もう自分はですね、YouTube がもうずっと大好きだったんですよね。それこそその大学院に入ってた時も、自分自身が YouTube を始める前からめちゃくちゃ大好きだったんですよ。
もう大学院生で研究しなきゃいけないんですけど、 YouTube 好きすぎて1日4時間 YouTube 見てたんですね。まあ、それと思うように研究も進まなかったんですけど、ただまあ本当に大好きで、その YouTube がなんで好きかっていうと、もちろんいろんな方がいて面白い動画をアップしてるし、何より自分が魅力的だと思ったのが、すごく多くの人が見てたんですよ、その当時からですね。今もう年々とそのユーザー数って増えていってるんですけど、その時からすごい人数の人が見てて、で自分ももし何かやるんだったら YouTube やりたいとずっと思ってたんですね。で実際にまあいろいろ動画を投稿した結果なんですけども、ここにあるのが自分のチャンネルの動画の、人気順に並べたものです。で最初に言った通り、自分のチャンネルっていうのはその大学生向けのすごくハイレベルな授業動画をアップしてるんですけど、これ今人気順なんですけど、実は上の方とかになると、70万回再生とか、50万回再生とか、特に今自分の中ですごくうまくいったなと思うのが、この 2段目の一番左端の動画って量子力学入門って書いてあるんですけど、これって大学の物理学科の例えば3年生とかがようやく習うような内容で、すごくハイレベルなんですよね。大学の基礎的な科目を全部終わらせてから学ぶような内容なので、まあ言ったら、母数で言ったらすごく少ないはずなんですけど、その動画がまあこの画像で見ると32万回再生されていると、まあ、32万人がこのレベルの内容の動画を見てくれているということで、やっぱりその自分が YouTube を選んだ理由っていうのは、もう何より数字がすごいんですよね。ユーザー数がすごいので多くの人が見てくれると、最初に言った通り自分予備校講師もやってたので、まあ、その実感してるんですけど、まあ、どんだけ多くの授業、大勢がいる授業をやっても200人ぐらい、一日どんだけ授業頑張っても、まあ、聞いてくれるのは600人が限界だと思うんですけど、最近ではですね、動画をアップしたらハイレベルな内容にもかかわらず、まあ、1万回2万回は見られるので、まあ、そこはすごくその YouTube の魅力かなと思ってます。ありがとうございます。やっぱりそのユーザー数の多さとアクセスしやすさっていうところが YouTube の利かなと思うんですけれども、ハイチさんはいかがですか？なぜ YouTube を選んだかっていうところは。そうですね、ちょっとあの皆さんにお聞きしてみたいんですけど、普段 YouTube、 あの勉強動画じゃなくて構わないので、 YouTube を何かしらで見るよっていうか、ちょっと挙手すみません、挙げてもらっていいですか？ありがとうございます。結構いらっしゃいます。いますね。ありがたいですね、はい。で実はですね、自分活動を始めたのがさっきやった2012年なんですね。もう7年前なんですよ。で、ま、YouTuber なんてことはもちろんなかったですし、今みたいに YouTube も盛り上がってない時代で、でも教育をやるって時に YouTube を選びました。でその理由はですね、一番はアカウントが必要なかったことにあります。他のプラットフォームっていうのはもちろん有料コンテンツもあります。月に500円払わなければ見ることができないとか、でそうじゃなくてもアカウントを作らないと視聴ができないっていうコンテンツプラットフォームもいっぱいあったんですね。でも YouTube っていうのは子どもたちが検索をしてまず見ることができる、しかもなんか月30回しか見れませんよって、そういう限定もなくって、それって子供にとってハードルがすごい下がると思ったんです。でそれはいいなと思って、で思いついた翌日に自分は活動を始めて投稿を始めたんですけど、でまあここまで続けてきて、それはやっぱり間違ってなかったなと今でも思ってます。今でも YouTube はアカウントを作らなくても見ることができるので、それはその入り口としてはやっぱりかなり広がるし、ハードルも下がるのでいいのかなと。でもう一点は今画像にあるんですけど、 YouTube 再生リストというものがありまして、自分の動画3000本あります。で例えば中学校3年生の数学を見ようと思ったら累計で70本ぐらいあるんですよ、中3数学だけで。でこれなんでかっていうと、有名な受験問題を取りますみたいな、引きがあるものを取るのではなくって、教科書1冊丸々全部動画化します。抜けがありません。この2ページで1本、次の2ページで1本で取っていくので、かなり本数がいってしまうんですね。そうすると子どもたちが授業でつまずいたときに、どこの動画を見ればいいかわからないんだよねっていう問題にぶち当たります。その時にこの再生リストがすごく役立っていて、例えばここ2段目中学校3年生の数学のなってるんですけど、教科書の順番です。因数分解が15本集まってます。平方根、ルートですね、が10本集まってて、二次方程式、二次関数と、つまり二次関数を勉強始めました、最初は分かってたんだけどちょっとつまずいてきたなって時は、まあ学校の授業で2時間目3時間目であれば、動画も2本目か3本目あたり、まあタイトルとかで検索もできますけど、その辺を探せば自分がつまずいてるところにダイレクトで見ることができる。これはやっぱり YouTube のすごい特権だと思っているので、そういった意味で YouTube を選んで使わせてもらってます。ありがとうございます。まあ、アカウントが必要ないっていうところと、まあ、検索機能もあって動画が整理できるので動画を見つけてもらいやすいっていうところ、何かも YouTube の魅力なのかなと思うんですけれども、でお二人とも塾講師をやられていたり予備校の講師をやられたってことなんですが、次のテーマですね、生の授業
校やられた経験もあり、今動画で授業っていうのをされていて、この違いとか面白さみたいなところをお話しいただければと思うんですが、では、まあ、ハイチさんから。はい、まあ、VS というとですね、まあ、なんか生授業を叩かなきゃいけない流れになりそうなんですが、そんなことはなくて、もともと塾講師をやっていて、で、人を束ねる立場までちょっとやっていたので、生授業大好きなんですよ。彼も大好きなんですけど、実際やれるものなら今もやりたいぐらいの生授業が好きです。ただまあこう映像授業をやる立場としてメリットとしては、やはりこれ YouTube の画面なんですけど、左上がですね、自分の再生してもらった最初の画面です。で、自分の動画っていうのはここで問題演習ができるように問題だけ書いてあります。で、ほとんどの子どもたちは再生してここで止めます、3秒とかで。何をするかっていうと、ノートに問題を解くんです、自分で。で、問題を解きます。じゃあどうするかっていうと、一番最後にスライドさせます。それがこっちの画面です。そうすると答えが全部載ってる状態なので、ね、採点ができます。丸付けをする。で、丸付けをして、例えばじゃあ自分が11番とか 10番あたりで間違ったと、そうしたら別に全部聞く必要ないですよね。だったら10番の解説を聞きたいので、スライドしてここまで動画を戻して、じゃあ10番の解説だけ見ようとすることができます。で、こういった感じで、例えばこれ16分半の動画なんですけど、16分30秒全部拘束されなくても、効率よく自分が学びたいところだけ学ぶことができる。しかも例えば説明を何回も聞き直すことができる。これはやっぱり映像授業の一番のメリットなのかなと思ってます。はい、ありがとう。このスライドにも書いてありますけれども、見返せるとか自分の見たいところだけを見れるっていうところが面白いところかなと思います。たくみさんはいかがですか？そうですね、せっかくじゃあバーサスなので動画授業をディスりましょう。動画をディスる、巻き込まないように。あ、間違えない、動画を褒めるんですね。はい、褒める機会。そうだよ、ね、じゃあ動画ディスりますか一旦。はい、僕生授業がすごく大好きなんですよ。だからこそ予備校で6年間授業したんですけど、予備校講師をやって、で、まあ、6年間やった後に YouTube に動画アップしてみようと思って、まあ、初めて動画撮影をしたんですよ。授業全然うまくいかないんですよね。予備校で授業をやってて、そこそこ人気がついてきたので自信があったんですよ。自分ならうまくやれると。でもいざカメラを置いて自分で一人で、本当に一人の空間で撮ってみると、授業のうまさは10分の1になったんですよ。もうこれは地獄だな、やっぱやめようかなと思ったんですけど、だからまあ一つデメリットがですね、視聴者側うんぬんというよりかはやる側がですね、めちゃくちゃ難しいですね。動画授業の方がですね、全然うまくいかないです。だからもしなんか外から見てて、なんかああこの人より自分の方がうまくできるよとか思っても、いざカメラの前でやってみるとですね、めちゃくちゃ難しいんですよ。その人の生のリアクションがないっていうのは、やってる側としては不思議なんですけど、すごく難しいんですね。まあ、フィードバックももちろんないのもそうですし、まあ、やっぱりその顔、表情とかがないので、自分の説明がうまくいってるかどうかってリアルタイムではわからないんですよね。だからですね、動画授業の悪いところはそこです。フィードバックが即得られないところなんですよ。で、そのデメリットを、まあ、踏まえてでもですね、自分が動画授業を選んでる理由っていうのは、やっぱ動画でしかできないことはいろいろとあるんですね。最初に言った通り、その生授業がすごく大好きなんですけど、やっぱり多くの人に見てもらうには動画授業にする必要があると。で、自分が考えたのが、動画の授業の中でこういう風に編集を入れてるんですね。で、まあ、これ例えばその一例でテロップなんですけど、こういう風な文字が入れられます。もちろん生授業では入れれないんですけど、別に喋ったことを文字にしてるだけだろうって思われるかもしれないですが、実はこれは喋ってないことも文字にされてるんですよ。例えば授業をするときにレベルに揃えていろいろ話したいことって変わるじゃないですか、何か人に伝えるときって。例えばハイレベルな子たちに向けて授業をするときにはこの言葉遣いだとか、あるいは、まあ、もし勉強が苦手な子がいたら少し表現変えたいなとかっていうときに、全部両方の種類言ってると授業ってすごくつまらなくなるんですよ。聞き取りにくくなってどんどん。でもですね、編集することによって少し難しいなと感じたところは、後からですね、こういうふうに、例えばこれ注意マークであるんですけど、こういうふうに考えてもいいんだよとかっていうふうな注意を入れることができます。で、あるいはですね、自分は結構動画の中でそのショートコントとかボケたりすることがあるんですよ。お笑いが大好きです。どうしてもその真似事がしたくて、芸人さんの。そうするとですね、笑い声がないんですよ。予備校ではですね、笑い取れたんですよ。受験生ってすごい笑いのハードル低いので、何でも勉強以外のことで笑うんですね。でもカメラが笑わないんですよ、なかなか。だからですね、どうしてかっていうとですね、笑い声を追加したんじゃなくて編集で突っ込むっていう、
そこで初めて一つとして完結するような、感じになってるんですね。だからまあそれが動画授業じゃなきゃできないことなのかなと。でやっぱりやってる側は動画なら動画で慣れていくので、やっぱだんだんそこはまあ改善していくので、見る側としてのメリットはすごく多いのかなと、思います。はい、はい、ボケの部分はね、ぜひ皆さんお手元のデバイスで帰ってからで大丈夫です。帰ってからでいいですか。はい、はい、たくみ先生のボケたくさん出てますので、はい、ご覧いただければと思いますが、まあ、次のトピックにもつながってくるのかなと思うんですけれども、自分の動画はここがすごいというところをお話ししていただければと思うんですけれども、じゃあ太一さんからいきましょうか。はい、これはですね、自分の動画というよりも YouTube で学ぶことってここまで来てるんだよっていうちょっとご紹介させてもらいたいと思います。これですね、まあ、動画の画面なんですが、ちょっと1個スライドを次にしてもらうと、この画面さっきと似てるんですが何かが違うんですね。一回ちょっと戻してもらっていいですか。でもう一回先の方に、これ何が違うって、これ通常です。おそらく皆さんが YouTube で見てる画面はこっちになります。何かっていうと、右側にですね、これ関連動画っていうんですけど、例えばあなたが普段こういう動画見ててこれ好きそうですよねっていうのがアルゴリズムで計算されて出てくるんですよ。例えば学生の気分になった時に好きなあの YouTuber さんの見たことないサムネイル、まあ映像ですね、があるってなったら勉強して行きたくなるんですよ、あっち。でこれって学校現場に YouTube が入り込めない理由の1個のネックになってて、でずっとこれを何とかしてくれって話をしてたんですね。それがついにちょっと戻していただいて、これ出てないんですよ。あれ出てるのはですね、自分のこの因数分解の再生リストなので、因数分解絡みの動画しか出てないんですね。でこれがついに変わりました。でこれ本当最近実装されて、今日本で使えるのは今自分のチャンネルだけで、今仮実装で今やってるんですけど、ここまで来てると。で Google さんからすればこれってデメリットしかないの、本当は。なぜならあっちに動画が出てる方がクリックしてくれるので、再生数は全体的に上がるんですよ。特に子供たちはもうクリックしたくなるので、そこに。でもそうじゃなくって Google さんがエデュケーション、教育に力を入れていこうっていうことで、こういった試みも始まってます。でもしかしたらそんな些細なことでって思うかもしれないんですけど、子どもたちにとって最初勉強動画映した時にあれがあるないって大きな違いなんですね。もう自分らもすごく実感してるところなので、まあ、のもしね、YouTube とか見ても子どもたちに使わせてもどうせなんか違うもん見ちゃうんだよねっていうふうに思われる方は、こういった試みも始まってて、まだ仮実装なので大きくは広まってないんですけど、これからちょっともっともっと教育分野が、まあ、定着しやすいというか使いやすいものに変わっていくと思いますので、あ、こういうふうに YouTube もなってるんだなっていうのを思っておいていただけると嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。こちら学びの再生リストという名前で、今年の7月にアメリカで発表された機能になりまして、今日本ではハイジさんだけ実験的に使っていただいてるんですが、今後ですね、いろんな世界、日本の中でもたくさんのクリエイターに使っていただきたいと思っている、注目の機能になりますので、ぜひ皆さん試してみていただければと思います。では次、たくみさん、自分の授業の売りポイントというか、ここがすごいというところを教えていただけますでしょうか。はい、自分のチャンネルはですね、すごく専門性が高いんですね。最初に言ったように大学生向けの授業動画なんですけども、もうやっぱそこをどうせやるなら専門性に特化したいと思って、めちゃくちゃその難しく際限なくやりたいと思ったんですね。でそこでやりたかったその企画っていうのがこれなんですけど、何かっていうと大学の先生と対談をするんですよ。で大学の先生って、まあ、なんか教育者と思っている方もいるかもしれないんですけども、大学の先生はそもそも研究者なんですよ。もうただの研究者なんです。本当にそのサイエンスとか大好きな、ただまあやっぱり、まあ、規則で授業をしなきゃいけなかったりとかしていて、普段は力を抑えてるんですよ。本当は外から見る100倍ぐらいすごいんですよ。強い人たちなんですよね。でそのなんか本当の真の姿を表に出したい、オープンにしたいと思って、大学の先生を呼んで、視聴者のことは一切無視して構わないので、本気で自分の好きな研究分野アピールしてくださいっていう企画をやってるんですね。でそうするとですね、もう先生方も危機として喋り出すんですよ。普段やっぱり大学の授業でも押さえつけてるんで、大学1、2年生に僕の専門の話してもなって思ってる方が多いんで、でもこっちからはもうガン無視でと、編集に任せてくださいと、どんな専門用語も拾えますって言って、実際これは拾った専門用語で自分でもよくわからないぐらい難しかったんですけど、この内容ですね、めちゃくちゃハイなんですけど、例えば今全国に理系大学生って85万人いるって言われていて、その中で例えば自分が専門とする物理とか数学を使うのは 20% ぐらいで、
でこれはその中でもですね、大学院レベルなんですよ。そうすると数で言ったら本当に全体でも1万人いかないかもしれないですね、数的には。でもこの動画何回再生されてるかっていうと、実はこれ3万回以上再生されてるんですね。だからすごく意外なところにも、まあ、広められていると。で自分がどうしても見せたかったその大学の先生の研究者としての姿を見せられてるなと。自分がそもそもこういうチャンネルを始めた理由が、大学の先生の授業が面白くなかったからなんですね。でもそれって大学の先生がそのダメだからなんじゃないんですよ。大学の先生は教育者じゃなくて研究者なので、そこの部分をもっと広めたいと思って、こういうふうにですね、実際にいろんな大学の先生と話してガチの学術の対談をしてます。ちなみにこれはあの大学の理工学部の学部長の先生なんですね。だから普段は多分もっと硬い場で硬い話をしてるんですけど、ここではもうガンガン日本気で語ってもらって、その姿が結構受けてですね、やっぱり、まあ、学部長ってやっぱ普段あんなおとなしい感じで真面目なこと話してるけど、こんな面白い人なんだっていう感じになってですね、動画がすごく、見られてます。やっぱその専門性の高さと、そしてそのエンターテインメントの要素を入れることによって多くの人が見てくれるっていうところが自分のチャンネルの強みです。ありがとうございます。実際その大学で学ぶっていうか、大学レベルの授業やってらっしゃいますけれども、視聴者層って大学生だけじゃないですよね。そうですね、自分が最初始めるときには大学生だけだろうと思ったんですね。それは大学生向けの動画だから。ただ実際には大学生がですね 40% です、自分の視聴者全体のうち。じゃあ残り 60% 何かっていうと、 40% が社会人の方なんですね。それこそ理系の大学を卒業して、正直に大学の勉強全然分かんなかったと、大学の授業分かんなかったからって人が、まあ、少し学び直しとか、まあ、その悔しい思いをしたからっていう理由で、まあ、勉強し直してくれたりとか、あるいは残りの 20% はやっぱりそのいるんです、世の中には天才高校生が。もう学校の授業が面白くないと、早く先の勉強をやりたいと思った時に、今までだったら図書館に行って読めるか読めないか分かんない本を自分で探さなきゃいけなかったんですけど、今だったら気軽な気持ちで数学って YouTube でやれば自分の動画が出るので、こんなので勉強できるなと思ってどんどん進んで勉強してくれて、今それが残りの 20% です。ありがとうございます。やっぱり学びたい意欲がある方は年齢問わず誰でもこの動画にアクセスできるというところも YouTube の面白いところかなと思います。彼の動画ですごい学術対談印象的なのがあって、必ず編集の最初に基本的に勉強動画って分かりやすいものを提供するっていうのは多分イメージしやすいと思うんですよね。分かりやすく授業する。でも彼のこの学術対談って分かりやすいものではなくて分かりたくなる動画なんですよ。興味をそそるためというか、興味関心を持たせるためにめちゃくちゃマニアックで難しいんですよ。自分も数学専門にやっててそういうの見たりするんですけど、わけわからないんですよ。何を言ってるんだ、結構勉強したんですけど。でも見てるとですね、学部長がキラキラして喋ってるんですよ。あんな姿を大学の教授で見たことがなくって、だからきっとその大学生、現役の大学生が自分の学部長じゃなくても、あ、偉い人ってこういうことをこういう表情で喋るんだっていうのを見るだけでも一つ感化されることになってるんだろうな。だからそれは3万回再生っていうのを言ってると思うので、ぜひあの、いや、こういう分野知らないですっていう方もこの学部長の表情だけ一回見ていただけると面白いなと思ってもらえると思うので、よかったら見てみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ハイチさんが特別さんの動画の宣伝をするという、はい、嬉しいですね。さすが大先輩、はいはい、ありがとうございます。まあ、先生がね、どんなこと考えてるのかっていうのを見せていくっていうのも、まあ、面白いところ、動画でだからこそ伝わる部分ってあると思うんですけれども、次のテーマでね、先生のキャラクターってことなんですが、お二人とはまだキャラを隠されていると思うんですけれども、はい、まあ、いろんなキャラクターを動画でも見せていってると思うんですが、たくみさんはいかがですか、先生のキャラというテーマで。まあ、やっぱり自分はその予備校がすごく好きだったんですね。理由がですね、予備校の先生がすごく好きだったんですよ。すごく授業がうまいっていう他に個性的な人がすごく多くて、多分この中にも予備校がやってた人すごく多いと思うんですけど、予備校とかの先生ってすごく魅力的じゃなかったですかね。なんか雑談とかにも全て引き込まれるものがあったりとか、すごく話も面白かったと思うんですね。そしてそうすることによってその科目が好きになったりとか、例えば人によっては浪人をして物理の先生がすごく面白かったからその専攻を変えて物理学科に進んだとかってよくある話なんですね。自分もそうなりたいと思って、キャラがまずやっぱ立っていてその科目を好きになってもらいたいと思ったので、いろいろ自分のキャラを発信する方法、 YouTube ならではの方法で撮ってるんですね。それが最近これアップしたんですけども、自分の1週間の様子を撮ったんですよ。で YouTube ってこういう動画ってすごく伸びるんですね。
特に可愛い女の子やとすごく伸びるんですけど、ちょっと真似してみてですね、自分もあの1週間の様子撮ってみたんですよ。本当にリアルな感じで。そうすると普段あんな真面目な授業をしてる先生が何かスポーツやって趣味を、ね、楽しんだりとか読書したりとか全く勉強と関係ない、自分は最近ハマってるのあのお肉の本なんですけど、肉にハマって肉の部位が知りたくて肉の勉強してる姿をずっと撮ったんですよ。でもそういうのもすごく受けてですね、まあその先生のキャラがどんどん好きになるっていう風に、なってくれてるので、そういうまあ発信方法がですね YouTube にはあるんですよね。はい、この動画皆さんぜひ見てみてください。検索すると出てくると思うんですけれども、 YouTube で教育クリエイターがどんな生活を送っているのかっていうのがお分かりになると思います。そこのコメント欄、 YouTube ってコメント欄があるのも面白いところなんですが、コメント欄からもうすごい充実してんなとかね、いろんなあの視聴者さんからのコメントがついて、そこでまた盛り上がる、でまた先生が好きになる、先生に興味が湧くっていうことがあるのかなと思います。まあ、本当は一切充実してないんですよね。あの1週間のうち5日間ずっと家にいるんですけど、編集でかっこよくできるんですよ、やっぱり YouTube は。視聴者多くが勘違いしてくれてます、はい、編集のねマジックというのもあると思うんですけれども、はい、タイさんはいかがですか、先生のキャラというのは。そうですね、あの今もし YouTube で授業動画始めようと思ったらキャラを絶対売るべきです。先生もキャラを売って、キャラとして人としてファンをつけてから、この先生が授業するなら私も頑張ると思わせるべきなんですけど、自分が始めた2012年はそうじゃなくって、で自分も別に顔を出すつもりもさらさらなかったんです。なので最初は授業動画のみ で自分の授業動画って顔ほとんど映りません。こういう感じで撮るので、まあ、右手かそっちを描くときに後ろの背中が映るぐらいの感じで撮ってます。ただ途中からスタイルを変えてもろ顔出てるんですね、この辺で。これ何かっていうと、子供たちからですねいろんな相談が来ます。もちろん勉強の仕方、まあ、例えばこれだったら受験に落ちたときに落ち込みすぎて病んでメールが来る、恋人との喧嘩だったり友達関係で、自分はいじめとか自殺の話も普通にするので、そういったちょっとリストカットをしてしまってるとか、そういう悩みとかも来たりします。でそういうのに最初は声だけのラジオで答えてたんです、悩み相談という形で。ただ自分が塾講師を経験した時に思い出したら、子どもたちに相談乗ってる時って子どもの目を見て表情を見て話した方が絶対伝わるんですね。であれば一回実験的に顔出しで相談に答える動画を撮ってみようと思ってスタイルを変えました。そしたらめちゃくちゃ反響があったんです。これでその時に YouTube でもやっぱりこの先生だからついていきたい、この先生だから私も頑張りたいっていう風潮がそこであるんだって気づかされて、そこから自分のいろんなキャラというかを出すようにしました。もちろん相談に答えるやつもあるんですけど、あとはまあいろんな YouTuber コラボっていう、他の YouTuber さんと一緒にね動画を撮るっていうのがあるんです。だから教育分野ってコラボしにくいんですよね、エンタメなので他がなかなかその合致しにくい。でもそこをなんとか入り込んでいって、もう多分はじめ社長さんとか名前だけ聞いたことある方いらっしゃると思うんですけど、はじめ社長さんともコラボさせてもらって真面目な対談をするんです。はじめ社長って大学まで行かれてるので、どういった受験勉強をしてどういう苦労があったのか、それを真面目なトーンで話してもらう。でこれは最近テレビでも活躍しているクイズノックの伊沢くんっていう方、東大王の方なんですけど、方もそのクイズノックっていう会社を作るときにどんな葛藤があったのかっていう姿を、もうガチガチな、もう笑いなしで真面目に語ってもらうっていう。でそういうのを撮ってもらって、いろんな YouTuber の方の姿をお見せしたりとか、自分もそれにまあ便乗してというか一緒に喋っていったり、であとは右下はですね、ちょっとふざけたことやってますけど、これ1年に1回だけ年末にふざけていいっていう、自分でルールを作ってて、ふざけた動画を撮って、よく学校の先生がなんか予選会とかでためにふざけたことやるじゃないですか。そういうのは別に子供喜ぶので、まあ、こういう姿を見せて、あ、ハイチってこういう人なんだ、じゃあ私も勉強頑張ってみよう、俺も勉強頑張ってみようっていう姿を見せるっていう意味で、まあ、キャラを売るって言ったらちょっと良くないですけど、そういった意味でこういうのもやってます。はい、ありがとうございます。やっぱり動画と生授業で、生授業はこう生徒のつながりが作りやすいとかあると思うんですけれども、やっぱり動画もこういったことを通して視聴者とのつながりってあるんですよね。ハイチさんのご経験で私すごい感動したのが、あの昔動画を見ていた子が成人式の写真を送ってくれたっていうのをすごく感動したんですよ。そうですね、あの7年やってるとですね、最初中学生対象ずっと撮ってて、まあ、15歳じゃないですか、中3生7年だと22なんですよ。で成人式も3、4年連絡なかった子が久々にもう公開してるメールアドレスにメールが来て、成人式の着物を着た姿を送ってくれるんですよ。でこの前初めて子供が生まれましたっていう子が子供の写真を送ってくれたりとか、やっぱり長くやってる特権だし、自分が想像した時に振り返って自分の成人式の姿を送ろうって思うので、でもそこそ こう、まあ、気を許してるとか信頼してる先生だと思うんですよね。で自分の中では塾講師やってる時だったらその人間性作れると思うんですよ、自信があるんですけど、映像のこの映像の中の先生にそこまでの感情を抱くんだっていうのは今でもちょっとまだちょっとなんと合致してないというか、
あ、そういう感じなんだって思うところあるんですけど、でもやっぱり子どもたちがそういうふうにリアクションをしてくれるので、そこまで、まあ、映像の中のこのパソコンとか、なんか画面の中の先生に対して感情移入するというか、そういう影響力をまあ先生が持ってるんだなとは思わされます。そうですね、やっぱりコメント欄とか拝見していると、ハイチさんの授業で勉強が好きになりましたとか、たくみさんの授業を見て物理を専攻することにしましたみたいなコメントって結構書かれているので、視聴者とのつながりってこう思ってる以上に気づかれてるのかなというふうには思いますね。はい、最後のテーマなんですけれども、まあ、YouTube と教育って、まあ、かなり壮大なテーマなんですが、これまであんまり結びつかなかったこの YouTube という、まあ、エンタメのプラットフォームと教育というところが今どんどん近くなってきているなというのは YouTube の人間としても思うんですけれども、このあたりについて感じてらっしゃることをお聞かせいただけますでしょうか。はい、この写真実はですね、つい先日開かれた教育系 YouTuber、 なかなか我々みたいな授業をする YouTuber のイベントなんですね。で、ここに今その前に並んでるのが YouTube 上で活躍されている、まあ、教育 YouTuber の方なんですけど、実際にまあこれで12人ぐらいですかね、パッと。で、この方たちが集まって、まあ、イベントやったんですけど、その時も、これこっち側にお客さんがいるんですけど、100人近くのお客さんが集まって、くれたりとかですね、あるいはその意外かもしれないんですけど、あんまりその授業動画を、アップしてるっていうと、視聴者の人は、まあ、その視聴者の方とか実際ファンの方って、まあ、若い子だと思うかもしれないんですけど、実際このイベントに集まったのは多くがですね、結構社会人の方だったんですよね。やっぱりそれだけですね、今科目もすごく揃ってきてるんですよ。今自分たちがたまたまそのメインが結構数学なところが多いんですけども、他にもですね、やっぱりその英語の先生だったりとか社会の先生だったりとか、すごく科目も増えてきてます。なのでこういうまあイベントが開けて、そのいろんな人が集まるようになってるってことです。だから結構教育と今 YouTube って一つのまあエンターテイメントとしても、エンターテイメントとしても楽しまれてるのかなと思うんですけど、ちなみにハイチさんの夢がですね、このイベントの何倍もでかい東京ドームでイベントすることが夢らしいんですよ。授業をしたいんですよ、東京ドーム。なんか教育関係で真面目な大きなアホみたいなイベントをやりたいと思って、東京ドームに大きな箱を完全に自習室としてこうオープンさせて、子供たちをいっぱい呼ぶようなイベントを死ぬまでにやりたいなと本気で思っていて、これは、まあ、そういうのもまさかここで言われると思って、まあ、焦りましたけど言いたかったです、はい、東京ドームでね、できるぐらいになるように我々も頑張っているんですけど。そうですね、はい。でまあ、7年前ほど比べればまさかここまで大きくなるとは思ってなくて、もちろん大きくしていこうという意思はずっとありましたけど、でも最初1人しかいなくて、自分しかで、こうやってたくみくんとかいろんな先生が出てきて盛り上がってきたんです。本当に盛り上がってきたんですけど、でも今自分はですね、その YouTube と公教育ですね、学校教育をこう、まあ、ミックスさせるというか、すごいそれを目標にしてて、で学校の先生といろいろお話しさせてもらったりとか、本当に学校に取材行ったりとか結構今させてもらってるんですね。でもうはなんだろう、リアクションが二分化してて、一人、まあ、先生、ある人先生はすごく助かってますと、もうこういうのがどんどん盛り上がっていってもらってやって、自分もやりたいぐらいですみたいな方もいらっしゃれば、ものすごくシャに構えて方もいらっしゃるんですよ。当然だと思うんですよね。 YouTube っていうもの自体が、まあ、メディアでも、まあ、こう報道されるものがマイナスネガティブイメージがすごく多いので、それが巻き込まれた形になって、教育 YouTube アホじゃないのみたいな普通に言われますからね、今でも。でもやっぱそれは7年前と比べれば大きく変わってきてるってことは、これからもまあ自分たちもはじめ努力していくことで変わっていくと思うので、今日ぜひですね、YouTube で勉強なんてあるんだって思われた方も多いと思います。でもちろん、社会人の方なので勉強してくださいって言った時なかなか難しいですけど、こういった YouTube で学ぶコンテンツがあるんだっていうことを覚えて帰っていただいて、もしよろしければ、例えば身近なちょっと中高生とか大学生がお子さんいらっしゃる方に、こういうのあるらしいよって言っていただけると、それが力になりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。